サクサク生地のシュークリームを作りました。料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はサクサク生地のシュークリームを作りたいと思います。今回作るシュークリームはベーシックなシュー生地に、中はカスタードクリームにちょっと生クリームを加えた美味しいクリームをたっぷり詰めていきたいと思います。そして今回の動画はですね、クリームを作るところとシュー生地を作るところ2つあるので、ちょっとね長めにはなるんですが、すごく美味しいシュークリームが出来上がるので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、それではまずカスタードクリームの材料をご紹介します。牛乳、卵黄、お砂糖、薄力粉、バニラビーンズペーストです。そしてですね、今回カスタードクリームに生クリームを加えて、ちょっとクリーミー感のある美味しいカスタードクリームを作っていきます。そこに加えるのが生クリームとお砂糖です。でこちらのバニラビーンズペーストはバニラオイルやバニラエッセンスで代用していただいても大丈夫です。シュークリームのクリームはこちらの材料で作っていきます。はい、それではまず牛乳を沸騰直前まで温めましょう。この時牛乳を温める理由は、卵と小麦粉に素早く熱を通すためです。牛乳を温めすぎてしまうと牛乳の風味が変わってしまいます。あと膜もできてしまうので、沸騰直前で火を止めるようにしてください。ちょっと周りがプクプクっとしてきたらもう火を止めましょう。ボウルに卵黄を加えて、そしてお砂糖を加えます。砂糖が卵黄の水分を吸ってしまって塊ができてしまうので、お砂糖を入れたらすぐ混ぜるようにしましょう。はい、それではお砂糖を加えます。ここでしっかりと混ぜるようにしてください。だいたい目安としては白っぽくなるまで混ぜましょう。でもしハンドミキサーがある場合はハンドミキサーでやっていただいても大丈夫です。でこの後この卵黄にあったかい牛乳を入れるんですけど、ここでしっかりお砂糖と混ぜておくことで、あったかい牛乳を入れても卵黄が固まりにくくなります。なのでしっかりと混ぜましょう。はい、このぐらい白っぽくもったりとするまで混ぜましょう。硬さ的にはこのぐらいです。卵黄の生地をこうやって持ち上げた時に途切れずにこう流れ落ちていくイメージですね。このぐらい白っぽくもったりするまで混ぜましょう。ちょっとねまだこの時はお砂糖のシャリとかは残ってるんですが大丈夫です。ここに薄力粉をふるって加えましょう。はい、でこれで混ぜるんですが、この時はあまり混ぜすぎると粘りが出て固くなってしまうので、粉が見えなくなるくらいですね。混ぜましょう。はい、このくらい粉がなくなるくらいまで混ぜれば OK です。はい、そうしましたら卵黄の中にこの温めておいた牛乳を少しずつ加えてください。一度に全部牛乳を加えてしまうと卵黄が固まってしまうので、ちょっとずつ加えてその都度混ぜてください。はい、でこれで混ぜます。素早く混ぜましょう。でよく混ざったらまた加えます。はい、はい、OK です。はい、それではカスタードクリームの生地が入るぐらいの大きさの鍋を用意してください。カスタードクリームの生地をこしながら加えます。はい、こうすることで卵黄の殻だとか卵黄膜、そして牛乳の膜などを取り除くことができます。ここにバニラビーンズペーストを加えます。でもしバニラエッセンスを加えるときは一番最後に加えるようにしてください。中火で火にかけたら混ぜながら加熱していきます。最初はこうやってサラサラしてるんですが、だんだんとろみがついてきて、最後もったりするまでよく加熱していきましょう。カスタードクリームに均一に熱が入って焦げつかないようにしっかりとこうやって混ぜながら加熱していきましょう。今ねまだサラサラの状態です。ゴムベラは耐熱のものであればゴムベラでも OK です。こんな感じでね、ゴムベラだとこう隅々までこう剥がせるのでゴムベラはねやりやすいんですが、必ずゴムベラを使うときは耐熱のものを使うようにしてください。はい、こんな感じで今わかりますかね、上の細かい白っぽい泡がなくなってだんだん固まってきました。しっかりと混ぜながら加熱していきましょう。鍋の周りがね固まりやすいので、しっかりと周りもこうやって剥がすように混ぜていきましょう。で固まり始めたらかき混ぜるスピードも速くしてください。
で、こうやってふつふつしてきたらもうすぐで完成です。はい、これで OK です。で、目安としてはこうやってゴムベラから生地を落として、この落ちた時の筋が残るぐらいになったら OK です。あと目安としてはこうやって表面にツヤが出るまで加熱してください。出来上がったカスタードはボウルに移して、すぐラップなどで表面をペトッと貼り付けます。こうすることでカスタードクリームの乾燥を防ぐことができます。はい、そしてもう一つ大事なのが、出来上がったらすぐに冷水につけて冷ますようにしてください。カスタードクリームを自然の状態で冷ますとクリームが傷みやすくなります。なので出来上がりの前に氷水を用意しておいて、出来上がったらすぐに冷やすようにしてください。はい、ではこのままカスタードクリームを冷やします。はい、それではシュークリームの生地の材料を紹介します。卵、薄力粉、バター、お水、塩です。注意していただきたいのが、バターと卵は必ず常温に戻して使うようにしてください。はい、ということで早速これから生地を作っていきたいと思います。はい、それではまず生地を焼く前に下準備します。丸く絞るんですが、その丸の大きさが均一になるように、まあ大体直径5センチぐらいの容器を探して丸く印をつけておきます。やってもやらなくてもどっちでもいいんですが、これがあるとね、均一に絞ることができます。はい、こんな感じでこのように間隔をね、ちょっと開けて作りましょう。はい、このようにもし時間があるときはやっていただくといいかなと思います。はい、そして薄力粉ですね。薄力粉はあらかじめふるっておきましょう。薄力粉は一気に入れるので、あらかじめふるっておくようにしましょう。はい、これで OK です。卵を溶いて卵液をこしておきましょう。では卵割ります。これで卵を溶きほぐしましょう。はい、そうしましたら卵液を茶こしでこしてください。で、これは必ず生地を作る前にやっておきましょう。こうすることで混ぜきれなかった卵白やカラザや卵黄膜を取り除くことができます。はい、これで卵液の準備は OK です。はい、それでは早速生地を作っていきます。で、生地を作る時のまず1個目のポイントなんですが、シュークリームの生地をこうやって火にかけるんですけれども、鍋に生地の膜が薄く張るぐらいを目安にするんですが、テフロン加工などされているお鍋を使うと膜が張っているのがわからないので、こういう雪平鍋とか使うのがおすすめです。はい、それでは早速生地を作っていきます。お水を加えます。はい、そしてここにバターを加えて、バターを溶かしながら沸騰させます。で、この時にバターが冷たいと沸騰するのに時間がかかって水が蒸発してしまいます。なので溶けやすくするためにバターは常温に戻しておきましょう。ここにバターを入れましょう。はい、そしてここに塩ですね。はい、バターを水に入れて一緒に沸騰させて薄力粉を加えて混ぜることで薄力粉の固化を弱めてくれます。そうすることで滑らかな生地になり膨らみやすくなります。はい、ここで火にかけます。で、この時は火加減中火で OK です。ここからは耐熱用のゴムベラかまたは木ベラを使うようにしてください。で、ゴムベラを使う際は必ず耐熱用のものを使うようにしてください。バターをこう混ぜながら溶かしていきます。しましたね。で、沸騰したらここで20秒沸騰させましょう。で、ここでポイントなのがしっかりと沸騰させることです。で、この沸騰がしっかりできていないと小麦粉を入れた時にダマになりやすくなります。なのでしっかりとまず沸騰させてください。で、20秒経ったら火を止めます。ここに先ほどふるっておいた小麦粉を加えます。これを一気に加えます。で、この時必ず火を止めて入れるようにしてください。はい、ここで素早く混ぜましょう。火にかけながら薄力粉を加えるとダマダマになりやすいので注意してください。はい、生地が一塊になったら再び火にかけてしっかりと練り混ぜていきます。で、この時火加減を強くしてしまうと生地が分離してしまうので弱火にかけます。で、大体1分半ほど生地を鍋に押し付けて全体に火が均一に入るように加熱していきましょう。で、これもまた加熱しすぎてしまうと生地が分離し始めてしまうので目安は1分半ですね。は
はい、1分半経ったので火を止めます。で、あと分かりやすい目安としては、こう鍋底に薄い膜が張るくらいですね。なんですけど、鍋の厚さによっても膜の張り具合が変わってくるので、だいたい1分半を目安に加熱していただくといいかなと思います。はい、そうしましたら火から下ろします。で、ここにまず卵液半分加えてください。で、最初はですね、卵が固まらないようにちょっと多めに加えて、しっかりと混ぜるようにしてください。で、ここで生地がね、冷めてしまわないようにしっかりと素早く混ぜてください。なので卵も必ず常温に戻してやるようにしてください。このように生地がひとまとまりになったところで、この後は卵を少しずつ加えていきます。だいたい3回から4回に分けて加えるようにしてください。その都度素早く混ぜてください。で、また生地がまとまったら卵を加えます。でですね、この卵の量なんですけれども、最初に沸騰させた時の水分量とか、あと卵の微妙なグラムの違いで卵を入れる量が変わってくるので、なので生地の硬さを見ながら卵は加えてください。今生地はこのぐらいです。ちょっとまだ硬いかなってくらいですね。はい、はい、で、目安としてはこう生地を持ち上げて逆三角形にゆっくり落ちるぐらい、このぐらいです。はい、で、このぐらいの硬さが目安です。生地が出来上がると滑らかでツヤも出てきます。このぐらいですね。はい、これで生地は OK です。絞り袋の中に生地を入れましょう。はい、こんな感じで OK です。それでは生地を絞っていきます。先ほどね、作っておいた紙を下に敷いて、紙の円に沿って絞っていきたいと思います。はい、それでは絞っていきます。大きさにもよるんですが、だいたい10個分です。指をお水で濡らして、表面を撫でて表面を鳴らしていきましょう。表面をこのように鳴らしてください。で、そうしましたら最後に上から霧吹きで水分をかけます。表面が乾いていると膨らみにくいので、ちゃんとこうやって霧吹きで表面を濡らしましょう。あとはオーブンで焼くだけです。200度のオーブンで10分、その後温度を下げて180度で10分、最後に160度で10分焼いていきます。はい、こんな感じでふっくらと焼き上がりました。そうしましたらこのまま粗熱を取ります。はい、それでは生クリームを泡立てていきます。生クリームにお砂糖を加えて泡立てます。生クリームは固めに仕上げてください。はい、はい、こんな感じでしっかりめに生クリームを泡立てましょう。すいません、今ねちょっと撮影できてなかったんですが、冷やしたカスタードは固く固まっているので、ゴムベラで練ってクリーム状にしていきます。冷蔵庫で冷やすと本当プルンとして結構硬いゼラチン状みたいな塊になるので、それをよくこうやってゴムベラなどで練って柔らかくしていきます。はい、それではここに先ほどの生クリームを加えます。そしてよく混ぜ合わせましょう。はい、このぐらいのちょっと先ほどよりは柔らかめのふわっとしたクリームに仕上がりました。はい、今回はこういう星型の絞り口を使います。これはお好みで OK です。ちょっと高めの筒にセットして、先ほどのクリームを入れます。はい、これでクリームの準備は OK です。それではシュークリームをカットしていきたいと思います。はい、それではカットしていきます。だいたい半分くらいよりちょっと上の高さのところからカットしていきます。はい、こんな感じに仕上がってます。で、そしたらこの中にクリームを絞っていきます。はい、こんな感じに絞りました。で、あとは蓋をします。はい、こんな感じに仕上がりました。最後にトッピングでこちら粉糖をかけたいと思います。なので他のやつもねクリーム絞りたいと思います。はい、ひとまず5つ出来上がったので、最後に上に粉糖をかけます。はい、これでシュークリームの完成です。こんな感じに仕上がってます。このシュー生地もすっ
ごくサクサクに仕上がりました。はい、こんな感じでクリームたっぷりに仕上がりました。はい、ということで完成しました。はい、こんな感じに仕上がってます。手づかみで失礼いたします。はい、ということで早速いただきたいと思います。いただきます。シュー生地がサクサクしてて、もうクリームがね、すっごい濃厚で美味しいですね。今回シュークリームの生地、お水で作ってるので結構軽いんですよ。で、この軽い生地とこの濃厚なクリームがすっごく合います。はい、ということで今回もすごく美味しく仕上がりました。今回のポイントなんですけれども、まずクリームを作る時のポイントです。最初に卵黄と砂糖を混ぜたと思うんですけれども、砂糖が卵黄の水分を吸収するので素早く混ぜないと塊になってしまいます。なのでお砂糖を入れたらすぐ混ぜるようにしてください。そして牛乳ですね。牛乳を温めておかないと最初に卵に火が入ってしまって滑らかなクリームに仕上がりません。なので牛乳は沸騰直前まで温めるようにしてください。沸騰してしまうと今度は牛乳の風味が損なわれてしまうので沸騰直前で必ず火を止めてください。そしてですね、カスタードクリームは熱いままだと傷みやすいので、出来上がったらすぐに冷水に冷やして表面は乾燥しないようにピタッとラップを貼って粗熱を取ってから冷蔵庫で冷やすようにしてください。そして生地のポイントです。生地を作るときはまず必ず卵とバターは常温に戻しておいてください。生地が冷めてしまうとうまく膨らまなくなってしまいます。で、薄力粉を入れるときなんですけれども、火にかけたままやるとダマになりやすいので必ず火を止めてから薄力粉を入れて、それから素早く練ってください。そしてですね、薄力粉を入れた後に再び生地を加熱して薄力粉に火を通すんですけれども、時間の目安としては1分半です。それ以上やってしまうと生地が分離してしまいます。あとはですね、鍋底に薄い膜が張ったぐらいが目安なんですけれども、使う鍋の種類によって早く膜が張ってしまうものもあるので、時間を目安にしていただくといいかなと思います。はい、そしてですね、卵を加えるときは数回に分けて加えるようにしてください。最初はもう生地が熱い状態なので卵は固まらないように最初はちょっと多めの卵液を入れて混ぜるようにしてください。卵の量なんですけれども、生地の水分量によって入れる分量がちょっと変わってくる時があるので、少しずつ入れて生地の硬さを見ながら入れる分量を調整してみてください。目安としては生地を持ち上げた時に逆三角形の形になって生地がボタッと落ちるぐらいの柔らかさに仕上げてください。そのぐらいの柔らかさになったら卵液が残っていても入れなくて大丈夫です。そして最後焼く前に霧吹きをかけてから焼くようにしてください。表面が乾燥してしまうと生地が伸びなくなってあまり膨らまなくなってしまいます。なのでね、霧吹きをまんべんなくかけるようにしていただけたらと思います。はい、ということでですね、クリームと生地でいろんなポイントがあるんですけれども、要所要所ポイントをつかんでやっていただけると美味しいシュークリームが出来上がります。お休みの日などにぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はサクサク生地のシュークリームを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしているので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。